1912年のダウガフピルスダウガフピルスは、ラトビアの都市、ダウガバ川にまたがる。ダウガフピルスはロシア語読みで、ラトビア語では、ダウガウピルスと呼ぶ。地名の変遷、ダウガフピルスは、ラトビアの首都リガから南東に 230km ほどの場所に位置し、ダウガバ川沿いにある。この都市は、ベラルーシとリトアニアに面しており、 また1 2 0トルほどの国境がロシアと接している。この都市は美しい湖に囲まれている。人口の水人口は10万4857人で、ラトビア第二の都市である。各民族の構成は以下のようになっている。1275年、リボニア体験騎士団たちによって建設された城が、この都市の起源となっている。 この都市は歴史を通じて様々な帝国の支配下に置かれ、名前も変わってきている。1918年のラトビアの独立に際し、ダウガフピルスとなった。ダウガフピルスはラトビア東部において重要な都市である。22の小学校、中学校があり、4つの職業訓練学校、1つの芸術学校、またダウガフピルス大学と理学校科大学の一部がある。また、 多くの歴史的建築物やモニュメントがある。特に18世紀よりある要塞は重要な史跡となっている。ロシア帝国時代はユダヤ教徒居住区のビテプスク県に属した。二つの鉄道の交わる地点にあった。1897年のセンサスによれば人口は72,231で32,369人がユダヤ人であった。ありがとうございます。